どうもこんにちは、モンブラです。私の愛車 ZC33S スイフトスポーツなんですが、どうにもねドレスアップ感が足りないんじゃないかなって思います。なんとかねちょっとドレスアップしたいなと考えました。でもねあんまり外見をゴテゴテするとちょっと嫌なので、エンジンルームもねさりげなくドレスアップすることにしました。今回はトップヒューエルのゼロ戦パワーチャンバーをつけます。それでは早速行ってみましょう。取り付けに入る前にまずはキットの内容を確認しましょう。まず箱を開けて出てきたのはパワーチャンバー本体です。ホームページを見ると空気脈動がどうのこうの、パワーアップがどうのこうの書いてありましたけれども、見た目さえ良ければそれでいい。かなりピカピカでねかっこいいですね。これがパワーチャンバーの本体になります。エアクリーナーフィルターですね。キノコ型です。よくこういうねドッキンの小型つけるとね吸気抵抗下がりすぎちゃって低速トルクなくなるんですよね。今回は車体色に合わせて青を選択してみました。どうもね青と赤の2色あるみたいですね。うん、かっこいい。なかなか見た目にこだわってていいです。取り付け説明書、ゼロ戦パワーチャンバーのステッカー付きでしたね。この取説写真が満載でね非常に分かりやすかったです。車種ごとの専用設計になってますんで、マニュアルも専用品です。普通の汎用品みたいにねちょっと工夫して付けないと付かないみたいなことはありません。完全ボルトオンで付きます。では取り付けです。まずはエンジンカバーを取り外します。引っ張るだけです。バッテリーのマイナス端子を取り外します。取り外した後にビニールテープなどで絶縁しておきます。サクションパイプを取り外します。ゴムのサクションパイプが刺さっているだけなんですけれども、結構硬いので、力いっぱい引っ張ります。壊さないように注意します。プラスチックのサクションパイプを取り外します。こちらはボルトで止まっているのでボルトを緩めて外します。エアクリーナーボックスを取り外します。まずはレゾレーター側からエアフローセンサーの線を外して、エンジンカバーがついていた長いボルトを外します。結構長いのでソケット使う場合はディープソケットを使わないとちょっと外せないです。レゾネーター側のホースバンドを緩めてパイプを外しておきます。エアクリーナーボックスは奥側が穴に刺さっているので、上に引っ張るようにして手前に引っこ抜くと抜けます。
付属のステーを取り付けます。純正で付いてるボルトを一旦外して付属のネジを使ってステーを取り付けします。ステーニを仮固定します。こちらは仮固定です。後で調整が必要なので手で締めておくだけでいいです。エアフロセンサーを移植します。エアクリボックスからエアフロセンサーを外してパワーチャンバーの方に取り付けします。ネジはパワーチャンバーに付属のネジを使います。エアフロセンサーは繊細なので触って壊さないように注意して作業しましょう。エアフローセンサーのところから空気が漏れるときちんと測れないため、ここでねギュッと押し込んで隙間が開かないように密着させて取り付けします。エアクリーナーを仮固定します。ここのホースバンドは後でステーと共締めするので締めておかなくても大丈夫です。ギュッと押し込めばエアクリ入ります。最後車体への取り付けです。まずパイプをレゾネーターに差し込んでステーに仮置きしておきます。ホースバンドとステーを共締めして大体の位置を決めます。ステーの角度を調整して本固定します。奥側のステーも本固定します。レゾネーターのホースバンドを締めます。ブローオフバルブのホースをつないで、エアフローセンサーのカプラをつないで取り付け完了です。バッテリー端子のマイナスを外しているので ECU の再学習が必要です。アクセサリーにして1分放置、これでスロットル学習ができます。エンジンをかけて10分間アイドリング、これでトルク調整ができます。運転席側の窓ガラスも浄化源設定をやり直す必要があります。窓を一番下に下げて2秒間スイッチを押しっぱなしにする、窓を一番上まで上げて2秒間押しっぱなしにする、これで浄化源設定ができます。さあ完成しました。見た目はねすごくかっこよくなりました。噂によると吸気音がかなりかっこよくなっているっていうことなので、ちょっとね、聞き比べてみようと思います。めちゃめちゃブシュブシュ言いますね。結構いい音しますよ。もうこれがね、運転している時に運転席に聞こえてくるかどうかですよね。エンジンルーム直接聞くともう相当レーシーな感じに仕上がってます。交換して走ってみてるんですけど、特にねエアクリーナー変えた時にこう抜けが良くなって低速が弱くなるみたいな
感じないですね。やっぱチャンバーがついてるから一応吸気抵抗はあるのかな。で、空ぶかしするとね相当いい音するんだけど、実際走ってるとそんな回転数まで回さないから、いや、あんまりわかんない確かに吸気音が多少良くなったかなと思うんだけども、もうちょっと排気量のね小さい車だったらこれ楽しいのかもしれない。今マニュアルモードにしてるんですけど、どうだろうね、やっぱ軽自動車とかにつけた方が楽しいのかもしれない。これ少し低速ギアで引っ張ってみます。やっぱ少しプシューンっていう音がするかな。あ、いいね、踏み込むとするわ。あ、うん、踏み込んでアクセル抜いた時にプシュンプシュンっていう。あ、これいい、これかっこいい。あ、いいね、これ。これ実際ね馬力がどうだとかね、トルクがどうだっていうのはね、まあ、はっきり言って変わんないと思うんだけど、ものすごく雰囲気がいいですね。これやる気になりますね。感性の問題じゃないかこれ。やっぱ五感でね車に乗るって感じかな。これねオートマ今 AT レンジなんだけど、踏み込んだらそれなりに首謀っていうね、ちょっと多分マイクで拾えないと思うんだけど、そもそも静かだからこの車。これでも面白いよこれは。1000回転ぐらいからでもね音がします。1500回転から2000回転ぐらいでもグッと踏めばねプシューって言いますわ。うん、素晴らしい。こういうのはやっぱ雰囲気だよね。やっぱねこういう、うわープシューって言ってる。チューンとしてはすごくいいと思う。パワーとかの詳しいことはわからない。まずねマフラーみたいにね近所迷惑にならないね。これなら普通にアイドリングしてて走っててもブンブン言わない。でもギュッて踏むとプシュンプシュンっていう感じで音がしてね、すごくいいです。で値段もまあマフラーとかに比べたら安いんで、3万円前後で買えると思いますんで、そういう意味で言うと値段も優しい感じだしね、雰囲気もいいしね、近所迷惑にもならないし家族から怒られないし、最高じゃないですかね。これはいいわ。ということでね、お手頃カスタムにはちょうどいいんじゃないでしょうか。私はとても気に入りました。これは五感に響くパーツです。
ということで最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。